さんだけで、はいはい、そうですね、美香さんと一緒に、サトコのことについてじゃあまず聞いて、ね、はい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 、そうね、行きましょうか。サトちゃん長いお付き合いですか。長いっすよ、サトちゃん。そうなんですよ。20年近くだっけ、うん、そうだよね、うん、一番最初ってさ、はい、CG ドラマからそうでした、でしょ、はい、ゲームになったりさ、うん、いろんなことしたね。めっちゃしましたね。だからさ、みんなにさ、久しぶりのアニメシリーズ日暮らしどうですかって言われても、うん、全然久しぶりな気がしなくてさ、うん、そうそうそう、みんな同じこと言ってたね。同じこと言ってた、違和感なかったね。違和感ないし、なんかちょいちょい合うしね。うん、うん、そうなんですね。なんかスタジオが違うぐらいみたいな。そう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 、うん、メンバー変わらないから、うん、はい、イエーイみたいな感じ。いやいや、うん。なんかびっくりするぐらい久しぶりっていう感じがなかったですよね。なかったね。だってみんな変わんないんだもん。まあただなんかもう大人になってるね、みんな。あの、まあ、舞ちゃんとかもやっぱりさ、すごい、ね。大人になってる。大人になってる。いやもうみんな綺麗なお兄さんだっちゃってね。美香さん全然変わんないっすね。美香さん変わんない。私もちょっと劣化が激しいから。えそんなこと気をつけてんの、気をつけてんの。そうそう、ね、こっちも変わんないよね。もう結構劣化がね。全然劣化言うなよ。こっちはまだ早いわよ。早い早い早い。いや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 、もう。ねえ。あ、そんでそんでって何、どうする、舞ちゃん任せか。ラジオ誰か進行しないといけないよ。じゃあ私が司会しますね。舞ちゃん、司会しますからね。